スコティッシュカラリストは20世紀初めの4人のスコットランドの画家、フランシス・カデル、ジョンダン・カン・ファーガソン、レスリー・ハンター、サミュエル・ペプローのグループを称する。彼らのポスト印象派のスタイルの作品は同時代のスコットランドの美術や文化に影響を与えた。4人の作品のスタイルに共通性があり、この言葉は美術史家マクシミリアンによれば1915年、 はじめに、美術雑誌、ザ・スタジオで最初に使われたとされ、美術評論家で、グラスゴー美術館長のハニマンは1950年に、書籍、スリー・スコティッシュ・カラリスを出版している。4人の画家が初めて同じ展覧会に出展したのは1924年の、パリのゴルリー・バーベキサンジズで開かれた、レ・ポント・ラ・デール・エクス・モダンという展覧会で、翌年4人の画家は、 ロンドンのレスターギャラリーで共同展を開いた。スコティッシュカラリストとされる画家たちはフランスで学び、印象派の画家たちの作品やフォービズムの作品を学んだ。クロード・モネやアンディ・マティス、ポール・セザンヌといった画家に影響を受けた。この流れの先駆けとなったのは、印象派、ポスト印象派に影響を受けた、スコットランドの風景画家、ウィリアム・マクタガートとされる。 スコティッシュカラリストたちの中で指導的立場であったのはサミュエル・ペプローとされスコットランドの伝統的な絵画のスタイルに大胆な色使いを持ち込んだ。描かれた対象は保守的なもので風景画や室内画、おしゃれな人物画が描かれた。彼らの活動期には国際的な評価を受けていたが、その後の流行遅れとみなされたが、1980年代になって、 再評価された。ありがとうございます。